開かずの心の授業。この番組は上田情報ビジネス専門学校上ジョビの提供でお送りいたします。起立お願いします。お願いします。お願いします。こんばんは、日田和子と日田井和孝です。今週も上ジョビ日田塾の塾生孝太郎くんのお話です。孝太郎くんは公務員課の2年生です。彼は昨年全ての面接試験で不合格になり、再チャレンジをするため上ジョビに残りました。ほとんどのクラスメートは1年で卒業していきます。この2年目がですね、私個人的にはめちゃめちゃおすすめなんです。それはなぜか、1年目とは比べ物にならないくらい成長するんです。2年目は親にもう一度やらせてくれって頼み込んで残る学生がほとんどです。授業料もかかりますよ。2年目やったからって合格できる保証なんてないんです。それでもやるんです。これめちゃめちゃプレッシャーがかかるんですね。最初の4月5月はいいんです。去年1年やってますからね、模試の順位も1年前には取ったこともない成績が取れるんです。ところが6月7月になると1年生も伸びてくるんです。どんどん模試の順位が下がるんです。これ別に実力が下がったわけじゃないんですよ。周りが上がってるんです。これはかなりのプレッシャーですよね。でも私はいつも言っています。プレッシャーで人は成長すると。もちろんプレッシャーのかけすぎはダメです。でもプレッシャーもかからない人生を私は幸せな人生だとは思いません。だって成長しませんから。だから上ジョビ公務員課の2年目はおすすめなんです。中には1年目に合格できなくてむしろ良かったって言って卒業していく学生もいますから、それだけ成長するんです。そのプレッシャーを覚悟して孝太郎くんは残ったんです。しかもですね、1年目に一次試験で点数が取れなくて不合格になったんであれば、2年目勉強だけ頑張ったらいいんです。勉強はやれば確実にできるようになります。ところが彼は一次試験は去年も受かってるんです。面接試験で落ちてしまったんです。彼が合格できなかった理由は、面接試験で緊張してしまうと言葉に詰まって喋れなくなってしまうんです。とってもいい子なんですよ。いつも通りにやってれば合格間違いなしです。でも喋れないんです。これ辛いですよね。うわ、もう時間ですか。続きは来週です。お楽しみに。開かずの心の授業。この番組は上田情報ビジネス専門学校上ジョビの提供でお送りいたしました。